名前は宮子というんですけど、はい、その女の子が今僕ん家にいるんです。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回もですね、人間 TV さんとのコラボでございます。原田龍二さん、そして合馬市の阿部義弘さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。いや本当にカメラ回ってないとこも本当になんか不思議なお話好きなんですね。原田さんっていやそれ俺のセリフですよ。お互い様ですよ。止まんないですもん。だって裏側でもね、いや不思議なことってたくさんありますからね。ありますね、はい、でまあね、皆さんぜひぜひあのチャンネル、あの概要欄貼っておきますのでチェックの方ねしていただきたいと思うんですが、原田さんとこの阿部さんでね、はい、いろんなこう心霊スポットなんかも行かれてるという中で、うん、今日は合馬市の親玉の出番、阿部さんがちょっとね、お話をしていただくという回でございまして、どんな話していただけますか今日。今日はまあ僕の母の話で、はあ、はい。僕の、まあ、両親が、まあ、いるんですけれども、僕と、まあ、僕兄がいるんですが、うん、僕と兄を祖父母のお家に預けて両親だけで二人旅しようっていう時があったんですね、うん、それいくつぐらいの時ですか阿部さんが。僕が10代の真ん中ぐらいです、うん、で、まあ、二人でちょっと日本、子供たちも大きくなったから日本でちょっと旅行しようみたいな、うん、二人だけで、で金沢に2人で旅行行ったんです、はい、僕の父と2人で。でその時に、まあ、父は、まあ、カメラ結構凝ってて、でいろんなところ撮影するのが好きなんですね。で当時はデジカメじゃなくて、まあ、フィルムのやつで撮ってて、うん、で、まあ、母は下手くそなりにカメラで父を撮ったり、はい、父はまあちょっと構図みたいなのを考えて撮ったりとか、うん、いろいろしてたんです、うん、でまあ、旅から帰ってきて僕と兄を、まあ、祖父母の家から私4人でまた生活も始まったんですけども、現像してきたんですね。でその時に、母が父を写した写真、まあ、バスの中で、うん、で父が母を写した写真、まあ、同じ車内であったんですけど、はい、その時に母が父を写した写真は何も写ってないんです。お父だけ、はい、ただ父が母を写した写真は母のここら辺に真っ赤な鬼か天狗がギーってこう歯を向いてるような、まあこういう顔だとこのぐらいのサイズで、真っ赤なのが炎のような、でわっと思ったんですね。で今度バスから降りてきて、で母が父を写した写真、で父が母を写した写真、それ見ると父が母を写した写真に同じ顔がこの降りてるところに写ってたんです、はい、でこれは俺はまあ心霊写真だと、うん、で当時まあ合馬市僕14からデビューしてるんですけど、あそうなんですね、はい、まあ、1年目ぐらいで、これはもう情けないですけど俺の手に負えないからお坊さんに頼んで願い事ご供養してもらおうってなったんですね、うんうん、でまあ、他に景色の写真とかがいっぱいあるから母は別に車内のとか降り口のとかってあんま気にしないですね、はい、でオカルトも好きじゃないんですようちの母は、うん、父は結構好きなんですけど、でお寺さんでご供養してもらって、でよかったねで終わったんです。でまあいろいろ写真撮ってる中で父が母を撮った写真があって、それはまあ金沢なんで、まあ、水のきれいなところですから、うん、母が水辺で写ってる写真なんです。ちょっと微笑んで、はい、で何も写ってないんですよお化けは。なんか僕違和感あったんですよ、これよくね、ちょっと微笑んでるんです。でうちの母が、あ僕ヨシヒロって言うんです、ヨシ君お母さんこの写真嫌いって言うんですよ、うん、なんか嫌いって、もう俺も実はそうなんだよ母さん、で終わったんですね。でその後うちの母ちょっと病気になりまして、まあ、白血病なんですけれども、はい、はい、で病気になって一回回復してで、まあ、再発してで、まあ、亡くなっていくんですけれども、家族って奇跡信じちゃうんですよ、はい、もう数値的に両親、うちの両親薬剤師なんで母は母で
自分の飲んでる薬がどういったものかって判断できました。なるほど。父は父でもうこの薬をこの量飲んでるってことはもう先がないっていうのが、うん、でお医者さんも要は父は病院薬剤師だったんで知り合いなんで、うん、言いづらいけど数値はこうですから何日ぐらいですよみたいな1週間か10日ですよ。家族ってね奇跡信じちゃうんですよ。そうですよね、はい、絶対母さん死なないからっていうのあったんですけど、まあお医者さんの言う通り亡くなってしまうんですね。で父がもう亡くなると思ってないから、まあ、母の、まあ、体を、まあ、見えないようにして、まあ、僕の山形なんですけど山形市内ちょっとドライブしたりとかちょっと俺も泣いちゃったんですけど、うん、で、お家に連れてきてどうしようと。で入院中にやっぱりこう髪の毛が抜けちゃったりするんで、うん、とにかく嫌がったんですよその姿を見られるのが、うん、で、まあ、僕と同じような髪の長い人だったので、で写真も嫌だわって言ってたんです。でいざ亡くなった時に若い時の写真しかなかったんですよ。でそれももう本当に娘時代のいやこれ困ったと。でいろいろ一枚もないですよ撮った写真が、はい、で父があったって言ったのがその水辺の写真だったんですよ。もう本当に度肝抜かれてこれは母さん気持ち悪いって言った写真だと、うん、何にもお化け写ってないんですよ。で母は気持ち悪い僕も嫌だって言った写真だったんです。でそれしか言えなかったんですよ、はあ、でそれが今でも家としてあってそれ以降まあいろいろ相談されるときに絶対写りが悪いと思ったら撮り直してって言ってるんですよ。あと全部データ消してって。だその願いは残っちゃったんです。だもしあの時もっと俺が修行が進んでたらその違和感あった写真も全部お祓いしてもらってたはずなんですよ、うん、あれ自分でやったかその全てがなかったから母の家を、まあ、たまたま二人でこれ嫌だねって言ってたんです。まあね、ご家族のお話でちょっとこう思い出すのもねちょっとこう辛いようなお話かもしれないんですけど僕今聞いて思ったのがお母様がその写真を見てなんか嫌いで安倍さんもいやこの写真は良くないなって思ってたっていうのはその写りがっていうことも一回抜きにしてもしかしたらそれが安倍さんもお母様も自分の亡くなった時に使われる写真になるっていうのをどっかで感じてたから嫌だっていうふうに思ったのじゃないのかなって。虫の知らせですね完全に。写り自体は決して悪い写真ではないんですもんね。とってもいい写真なんですよ。微笑んでる写真でだからお葬式の時にいやいい笑顔だねなんて言われるんですよ。で俺は本当に悔しくてもしあの時っていう全部お祓いしてたらしてもらってたらもうその時には落ち着かないし、うん、まあ医学的にも数値が悪くなってて、でそんな写真が残ってることすら忘れてたんですよ。くしくもねその写真が使われることになってくるんだっていう。お二人がもう予知されてたんでしょうね。そんな気がしました ね、うん、ただその鬼ともつかないようなすごい形相の顔っていうのは、はい、それはやっぱり病魔だったんですかね。はい、あとはもう本当にいわゆる死神って呼ばれるようなものだったと思います、うん、赤い色のオレンジ色というか炎の色のは大変良くないと。あ、よくオーブなんかでも白はまだいいんだけど、うん、赤はっていう話聞きますけど、はい、はっきり顔で写ってしかもそこに顔が写り込むぐらいのってなるとやっぱりかなり強かった。母の写真にだけ写ってたので、うん、で撮った父はこれ写ってるだろうって言っても結構大きいんですよ。はい、全然わかんないって言うんですよ。2枚とも降りてる写真しかない。でお坊さんに見せるとこれはすぐお祓いしなきゃいけないってぐらい、まあうちの父親が別にあなたが変な人ってわけじゃなくて、見えない方は本当にこう分からないんだなと思いました、うん、こんなに目と鼻と口でしょって言ってもそうかなみたいな。でお坊さんはもうこれはすぐやんなきゃいけないってやつ。でも今ねまあ、お話聞いてるとその原田さんがね安倍さんのことをすごく信頼されてっていう、きっと安倍さんからするとそのご経験があったからもっともっと修行してそうです、ね、っていうふうな、まあ、きっかけにもなったっていう、うん、まあ、お母様の写真だったりしたのかもしれないですね。やっぱり
修行ってめんどくさいんですよ。サボりたい日あるんです。今日やりたくねえなみたいな。でその時に必ず母のこと思い出すんですよ、うん、これサボったら助けられないって、誰かのお母さんが死んじゃうかもしれないって思ってやってます、うん、いやだからこうやって立派になられて。いやとんでもないとんでもないこれきっとお母さんも見てますね。きっと見てると思います。そうですね。でもそういう安倍さんだからこそいろんな場所に行かれた時に、はい、当然あらゆる霊が安倍さんに、まあ、救いの手をそうですよ、ねうん、とかね、その一環で座敷わらしの話なんですけど、原田さんといったらもう座敷わらしもね、である場所であるお子さんの霊体と出会ったと。で本当だったらそこで供養して差し上げるっていうことなんですが、その霊体はどうやらその座敷わらしになる、座敷わらしにできる素質があると、うん、座敷わらしとして、まあ、人のために、立つ可能性というか、はい、なので成仏させずに座敷わらしとしてしつけをされたらしいんですね。そんなことあるんですね。まあ、その術は、まあ、安倍さんにしか僕は知らないんですけども、はい、でその霊体と出会ったその霊を座敷わらしにして、座敷わらしとなった名前は宮子というんですけど、はい、その女の子が今僕ん家にいるんです。それいつからいるんですか。去年の9月ぐらいからですね。7月でした、夏でしたっけ、はい、なんかやっぱりこう好転してるというか、なんかこう調子がいいなって感じはありますよ。調子がいいって具体的にはないんですけど、もう今となってはもう随分経ちますんで、リビングにいるんですけど、宮子ちゃんが、まあ、いるというのもあのいわゆるおかっぱで着物を着てというあの姿ではなくて、風車に宮子が宿っている状態で、風車をリビングに置いて、でうちには息子と娘がいるんですけど、次女としてもうという認識で我が家では、妻も、まあ息子はアメリカに行ってしまってるんですけど、妻も娘もその宮子と一緒にいるっていう認識で、今だから4人で暮らしてる状態なんですよ。安倍さん、こうやって原田さんみたいに宮子ちゃんのことを大事に思えば、きっとそのね、宮子ちゃんも喜んで、またもっといいことが起きてきそうですよね。はい、うん、やっぱり人を大切にするという気持ちが、まあ、目に見えない存在だとしても、まあ、奥様は少し感じられたなっておっしゃってくださったんですけれども、ね、うん、まあ、信じない人にとってはただの風車なんですけれども、うん、それに対して愛情を持って接してくださるっていうのは、他の実際生きてる方にもその優しさって伝わるので、うん、なんかすごい心温かくなりました。その僕よりも妻は結構敏感なんですよ。はい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 、はい、見えたり感じたりするんですよね、うん、その妻が僕が今まで座敷わらしが出ると言われている宿とかお店場所に20箇所行かせてもらったんですね、うん、で何箇所目かのロケに行ってる最中に、これ妻の体験談なんですが、うん、僕がある座敷わらしのモニタリングのロケに行ってる時に、妻が、まあ、子供たちが学校に行って一人で洗い物をしていたと、リビングで、リビングっていうかそのシンク でその時にテレビも つけてないので、まあ自分のこの水仕事のその水だけの音がしてる中で、ガシャンっていう音が聞こえたと、うん、でその音の出どころがリビングから出て洗面所があって、ちょっとこう階段があってトイレがあるんですけど、その音の出どころの方に行ってみたらトイレが空いてた、はい、もう空いてること自体がおかしいんですけど、トイレが空いていて、その中にトイレの中に電球の傘が落ちていたと。ほうほうほう。でもトイレには電球の傘がついてる。これどこの傘なんだろうと思ったら、洗面所の電球の傘がトイレの中に落ちている。おかしいですよね。でしかも電球の傘っていうのはこうやってやらないと、僕外して電球変えたりその傘をこう洗ったりしたことがあるんで分かるんですけど、こうやってやらないと取れない電球の傘が、洗面所の電球の傘がトイレの中にあった、
でしかもプラスチックなんで落ちたら下が硬いんで割れるはずなんです、割れるかひびが入るか、でそんな形成も全くないというようなことがありました。これ安倍さんやっぱりどういうことなのか僕は分からないんですけど、どう考えられますか。僕はその、まあ、宮古が行く前の話なので、前の話です。その時のまあいろいろくっついてきたやつがちょっといたずらしたのかなと思います。宮古にはまあこちらのお札にもありますあの騎士門人の加護がありますので、悪いのが来ると騎士門人って母の強い気持ちで悪いの追っ払うんですよ、はいはいはい、宮古が行けばお化けは出なくなります、守るので。だから宮古がうちに来てからそういう不可解な現象は全くないです、ね、守ってくれてるんですね、と僕は思ってます。もう本当に優秀な次女ですね、優秀な次女ですよ、心強いですよ、心強いですね、はい、ただね、何かその宮古がいるっていう音でもいいし、先ほど言いましたけど風車なんでね、はい、こうちょっと回ってくれたりなんかして、ね、うん、そういう反応を僕いつも話しかけてるんですよ、風車に、風車に、はい、ちょっと回ってもらえる、うん、もう音でもいい、もう何でもいいから、あーないか、5分ぐらい待つんですけど、うん、ないか、じゃあおやすみって言って電気を消して僕は自分の部屋に行くんですけどね。まあ今反抗期なのかもしれないですね、みやこちゃんね。なるほどね、あんまりね、そのパパからやってやってってやるの子供好きじゃないですもんね。だから見てない時に回ってる可能性もあるじゃないですか、ね、いなくなった瞬間に回ってるかもしれないです、うん、そう、あともう 2,3 年経ったらだいぶ落ち着いてきて、あの回ってくれるなんじゃないですかね、こっちのこう思い通りに、ね、ちょっと一応こう一番今いろいろとんがってる時期ですからねとんがってる時期、はい、なかなかね、いや面白い話たくさん出てきまして、あのこういったことだったりとかね、はい、あとお二人のやり取りがですね、皆さん人間 TV の方でたくさんもご覧いただけますんで、はい、ぜひぜひ、はい、チェックの方していただきたいと思います。で今回コラボということで僕もね、あのお邪魔して、そうですね、こちらに、はい、来ていただいて、お話をお二人に聞いていただいて、はい、見解なんかも、ね、いただいてますので、ぜひねよかったらご覧ください、お願いいたします。2回にわたってありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。今回は人間 TV さんとのコラボでした。原田龍二さん、そして、郷馬氏の阿部義弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。